久しぶりのシティです。本当にもう半年ぶりくらいかな、ずっとロックダウンしてたので楽しみだね。うん、行ってきます。レイちゃんママチャンネル。はい、シティに到着しました。はい、あのお菓子買いに来ました。ここはアジアングローサリーストアで、日本のものや中国のものとか韓国のものなんかが売ってます。メルボルンは店に入るときにこの QR コードをやらないと入れないです。日本のものがね、ふりかけとかもあるし、あとなんだ、何でもあるね。たらこ食べたい。そうほら、あ、手が入ってた。麻婆豆腐とか。おでんの素とかいいよね。買おうかな。ふりかけ買っていいかな。ふりかけ？うん、これ買っていい。どれ？たらこだよ、それレイラ。たらこがいいの？こういうなんか混ぜるだけでできるやつ、すごいやっぱり重宝しますよね。カップラーメンとかめっちゃ種類がすごいです。でもめっちゃ高いよ、だってこれほら8ドル90とかで。高級です。106ドル超えました。メンバー？なんか久しぶりの外食で、れいちゃんはワクワクしてます。クラシックが多分白丸ってやつ、おサイドメニューもあります。なんか隣の人はカレー食べてる。誰？お前こんなの売ってる。そうくん、初めての外食だね。宇宙最大だね。なんでそっから通るんだよ、ストローハンドに。ふーちゃん待ってて。美味しいですか？お水じゃな。はい、餃子来ました。ちょっと逃げましょう。あ、翔くん、ダメだよ。食べたいの餃子。あー、スープ入れたい、自分で。エキストラポーク。ポーク？取ってあげるね。おいしい？結構食いしん坊だもんね、すごいね。どんどん食べるもんね。
した。はい、これはスペシャルです。卵が入っててスペシャルらしいです。おとととととと、ちょっとダメだよ。食いしん坊さん。あ、ぬるい？おじよ。はい。ぬるい？じゃあよかったよ。レイラはすぐ食べられる。熱いからなんだって。レイラ美味しい？うん。うん、よかったよかった。はーい。はーい、じゃあ選手交代でーす。はい。ラジーがご飯を食べる感じです。なんか麺の茹でる硬さとかも選べるみたいです。チャーシューもすごいトロトロで美味しそう、柔らかそうです。あんた入れすぎじゃないの？かわいい。おいしいです。ごちそうさまでした。北海道のさくらさん、コーヒーパンだよ。コーヒーだよ、チョコレートじゃなくて。え？こっちおいで。なんかチョコレートに合わせる。チョコレートじゃなくてコーヒーパンとかいたんだよ。あ、これ食べたい。それはアイスだよ。アイス食べたい。マミ、アイス食べたいんだけど。マミ、イチゴ。マミ、イチゴ。タルト食べたい。タルト食べたい。うん。タルト食べたい。あ、はい、マミはこれ買いました。マミ、いちなよ。はい、レイラはウォーターメロン食べてます。おいしい。おいしい？よかったね。おー、Thank you very much. Oh, no, that's fine. Thank you. Thank you. はい、3つ買いました。これ、要冷蔵なのかな？これ、5時間だけかな？